ドーミン武道館は日本のラッパー AK69 が2018年3月7日にリリースした16枚目の音楽映像作品。2014年に開催されたロードツーザインディペンデントキングザフューチャーアット日本武道館以来自身2度目となる日本武道館での公演を映像化したもの。アルバムドーンの収録曲を中心に構成され、 前回の武道館公演では個交換を出すため一人での挑戦だったが本公演にはドーンの客演アーティストを中心にたくさんのアーティストがゲスト参加している。約9000人を動員。DVD、ブルーレイでそれぞれ発売。ブルーレイは初回限定版、DVD は初回限定版と通常版の2形態が制作された。各初回限定版には 武道館公演や全国ツアー、ドーン、プレミアムクラブツアー2017のメイキング映像、AK69 による副音声が収録された。2017年1月23日に、AK69 自身がインスタグラムのライブ配信機能を使い、4月1日から全国5都市を回る、クラブツアー、ドーン、プレミアムクラブツアー2017を開催することを告知。 放送中にファンから5都市の中に東京、関東がないというコメントが寄せられ、10月に東京、日本武道館でのライブを開催することが合わせて公表された。この時点で解禁していけない情報であったためそれを前置きしての発表であったが、関係者の方からお叱りを受けたという。2017年4月1日同年4月22日までドーン。 プレミアムクラブツアー2017を開催し、約6ヶ月の間を経て2017年10月17日にドーン・イン武道館を武道館で開催した。この公演では、照明、映像、演出などのプロデュースをすべて AK-69 自身が務めている。照明に関しては、シャーピーなどを使用し、あえてレーザーを使わず、スポットライトも当てないという工夫がなされた。映像は、 おしゃれなアジアっぽさ、ネオ東京をイメージしたという。自身にとって再起をかけた公演だったと後に AK69 は振り返っており、武道館公演は当初制作会社から反対されていたという。本公演では、現行の日本のヒップホップシーンを見せたいという AK69 の意向からヒップホップアーティストが参加。それに加え、清木場俊介やウーバーワールドなど、 オープニング VTR ドオンライングレディフィーチャリング、シテ a エーヒデハル・ロッカールーム、コーハード・ア・コーホーム、リミックスフィーチャリング、ノリキオ・アイアン・ホース、ノーマーククリック・ダ・トリガー・フー,アー・ア・ユフィーチャリング・トコナ、X ・エ DJ、両ビートもクソモネーから聞きな2016リミックス、フィーチャリング・ジ・ブランド AK ・ AK69, DJ リョウイドントストップストリーツフィーチャリングニューウィンハングオーバーシャンパーニューイズ A ハンドレッドボトルズリミックスフィーチャリング DJ タイ高一コーイソックスレイニーデイズフィーチャリング清ヨシキバシュンスケウィズユー1年二十年経ってもフィーチャリング清ヨシキバベビーイッツ OK フォーエバーヤングフィーチャリングウーバーワールドストロンガージョウを向いてスタートアイティアゲーム アイスキルシャインフィーチャリング、シェネルシャッターもう1ミリフィーチャリングハンニャキングピン、フライング、ビーザレットマジック。ありがとうございます。